誠という言葉が新選組を代表する、まあ、座右の銘みたいなものですね。この言葉の語源を考えると面白いですね。あの文面に言葉がなる、で言葉がなるといろんな意味があると思いますが、一つには嘘をつかない、自分に対しても自分の先生に対しても、あの誠なことを、やり抜く。でもう一つは、自分が言ったこと、自分の考えたことは言葉に発したことがそのままなるという意味にもなるんですね。ですから、あの言葉遣いに気をつけるとか、まあ、非常に美しいあの価値観でもあるんですけれども、まさに今の世の中に必要となっている考え方だと思います。武士道の中の八つの精神の中の一つですね。誠に良い言葉であります。お久しぶりです。あ、はい、先生、しかしあの先ほど の坂手で の試し切りはもう本当にお見事でした。ありがとうございます。一問あの誰もやったことがないので、ずっと考えてました。あの方こそですね、その斎藤はじめが、ああ、こう私の妄想ですよ、うんうんうん、浅田次郎先生がおっしゃるに、その妄想は作家の権利っておっしゃいますけど、うんうん、武道家の権利でもあると思うんです。ああ、なるほど。いや、長倉新八と和知賀家と里の中で、まあ、セレザカムの暗殺がある。その時に長倉新八が駆けつけるのを止めたい。だから斎藤はじめが土蔵の中でちょっと話があるってことで、足止めを食らわせてくれって、いや相手がそれでも行こうとするんだったら切ってやろうかなって、斎藤はじめが思ってることに長倉新八は座って初めて気がついた。動きでもしたら刀は右にあるのに抜いてしまって切られるぞと、だから動けなくなるシーンがあるんですよ。蛇に睨まれたカエルのように、いやもちろん長倉新八は剣の達人ですよ。あの剣を抜いてしまったら斎藤はじめより強いのかもしれない、でも剣を抜かないまま、この状態だと居合の方に武があると。だから居合っていうのはやっぱりその剣道、うん、武道18般、武芸18般の中の本当は筆頭なんだと私は思うんです。まあ、そういうことをね、妄想するんです。だからあれができたらかっこいいな、逆手でやったやつなんか見たことないぞって。しかも座ったままです。そうですね、抜き打ちが無害流の特徴です。そうです、そうです、無害流の特徴です。やっぱりその斎藤はじめさん自身は今残ってるものほとんどないので分かりませんけど、うんうんうん、家の家風で分かると思ったんですよ、うんうん、その人を見ればお父さんがどんな教えをしたかが分かるじゃないですか、はいはい、お父さんのお父さんも分かる、お父さんのお父さんが分かるはずだと私は思いました。だからその家の家風を教えてくれって。しつけですか。しつけを。だからそのひいじいちゃんの話はじいちゃんから随分聞いたって。まあ、そのおじいちゃん陸軍中尉さんですよ。で日露戦争から生きて帰ってきたそうです。2回戦争に行ってあるんですかね、生きて帰ってきた。でご本人も満州で生まれて3歳の時にお母さんが絶対にその手を離せないって言うんで、もう握りしめて帰ってきた、うん、当時の満州から逃げ出して帰ってくる時は、うん、みんな天然バラバラになっているわけじゃないですか、うん、生きて帰ってきて、それはすごいなと思いました。あのひいじいちゃんがですね、うん、そのこうやっぱ子供だから、そのおじいちゃんが子供の頃に縁側なんかであの正座も適当にやってるじゃないですか、うん、その後ろツーッと行くと正座をしてる足をポンと踏むんだそうです。だ足の親指をこう重ねたりすると抜けないんですよね。あ、足抜いてみろっ て, おおって抜けないでしょ。お前は指導不覚悟で今首が落ちてる。それ忘れないですね、一生。なるほど、自分たちの正座がうるさいのは、あ、こういうことだなって。所作の一つ一つ、あの手の動き一つ一つがうるさいんです、うんうん、切っ先の位置一つ一つがうるさいのはこういうとこから来てるんだなと思いました、うん、非常に合理的ですね。合理的。学生新選組って何ですか。私の、うん、生徒たちを、やりたい人を集めて、まあ、愛好会の中から、何人かバイリンガルの子を見つけて、うん、我々 その日本語を英語にする、まあ、下訳でもいいし、でそれを、
今度は私は最終的にまあ監修で見るんですけれども、一応、勉強になると思うし、英語の、うん、コンテンツがどんどん発信できるという、それでまあ名前を学生新選組という。なるほどなるほど素晴らしいじゃないですかその話ですよね、はい。まあ、学校大学が大学とかいろんな世界の道場が、これから連携を取りながら、発信力を高めましょうという感じですね。こうやって世界がだんだんこの近くなっていく。そうですね、はい、すごい話ですよね。そうですね